おつぽん、あいかいづきです。今日はですね、私が最近激推ししておりますスターライトキッド選手が来てくれました。はい、第21代ハイスピードチャンピオン、闇に踊るスカイタイガースターライトキッドです。よろしくお願いします。お願いします。やっと来てくれた。私ね、めちゃくちゃ推してるの、この番組。知ってる。本当に知ってた。でも毎回見てるんだけど、本当に最近すごい私の名前出てくるようになってめっちゃ嬉しくて、本当にもうずっと出たかったの。あ、本当に。うなぎに先越されてさ、なんでうなぎ先呼んでんだよ。私が先だろ。ごめんね。いやいやいや、本当に出てくれる。なんかさ、応援の隊だから、うん、ちょっとなんか気が引けてたというか。あ、そうだね。いやでもずっと本当に喋ってみたくて今回お呼びいたしましたということで。嬉しい。と言ってもね、私ね、ほとんどスターライトキッドのことを知らないの。そうなんだよ。あのね、私のことは知ってる。知ってるけど、知ってる、詳しくまでは分かんない。かぶってないから。やっぱりえ、デビューが何年？2015年。あ、10月。じゃあ私が引退した年にデビューしてるのかな。え、引退したの2013年。13か。ちょい、自分のこと、ね、自分のこと。昔すぎて全然覚えてないの。あ、じゃあそんなにデビューも被ってないし、そう、ほとんど喋ったこともないから、はい、どうやってこのね、マスクでプロレスのリングに上がってるのかとか全く知らないから、うん、今日はそこを深掘りしていきたいと思います。いっぱい聞いて。で、まずスターライトキッドと言ったら3月3日、約1年前の武道館大会で、うん、同じランブル戦で戦ったんですけれど、まあね、その時はこう体格になることがなかったんですけど、多分その時に対戦で当たったとしても私は本気でやれなかったっていうね、思いがあったんですよね。それはもうさっきも言ったけど、もうスターライトキッドってやっぱり子供のイメージが強かったし、その1年前はね、だし、なんかこう私ってめちゃくちゃハードヒットじゃないですか。だからそれを嫌うんじゃないかなと、嫌がるんじゃないかなと、こんなに蹴るなよみたいな感じで心の中で思えるんじゃないかなっていうのと、あとね、やっぱりこうどっかで子供っていう感じがあったから、大人としての自制心が働く、あんまりやっちゃいけないみたいな。プロレスに自制心持つな。いや、これね、なんかどっかでそれが働いちゃうんだよね。だからまあ多分当たってもやってたと思うけど、うん、心から本気の戦いはできてなかったんじゃないかなって今となってはすごい思うから、うん、あ、じゃあそれはそれでその時戦わなくてよかったのかなとも思うし、1年でね、本当に化けたよね。大成功。大成功だと思います。本当にみんな私の手のひらの上。こんなの想像できてなかったから。ということで、まずね、プロレスとの出会いっていうのはどこだったのかな。プロレスとの出会いは、まあ、親がずっとね、女子プロレスを追っかけてて。あ、やっぱりそうなんだ。そう、私も会場に連れてってもらってて。え、ちなみにどこの団体？私が見てたのはネオさん。へー、お母さんが好きだったの。お母さんが前女から好きで、でそっからネオさん見に行って、でネオさんが亡くなって見に行かなくなった、うん、だけど、まあ、とあることがきっかけでスターダムを初めて見に。で、その初めて見たスターダムは夏木太陽さんの引退試合。あ、からでもそっからまた1年ぐらい空いて一人で見に行ったんだよね、2015年。じゃあ最初に見たのは、あの夢見る少女でいられないを。そう、みんなで踊ってるところ。踊ってるところね。私も見に行きました、それ。そう、そうなんだ。え、それ見た感想というか、うん、どういうふうに、昔から憧れはあったの、なんか。え、でもスターダムの選手が全然分からなくて、まあ、そのネオさんに出てた選手、うん、まあ、イオさんとか。あ、イオさん出てたんだ。出てた。で、ナナエさん。ナナエさんも。夏木さんとか、なんかその出てたメンツぐらいしか分からない。え、でも当時小学生とかでしょ。小学生だったかな。中学生。小学生。え、見てどういう気持ちで、まあ、お母さんが好きとはいえ。プロレスは好きだったから好きなんだ。そう、で、何が好きなの。え、なんか子供、私ね、プロレスを見ないで育ったから、うん、怖いってイメージとかがやっぱ女子プロレスなんか特に、うん、ネオさんとかすごい大きい選手がいたと思うのね。だから憧れる部分とか、うん、自分がなりたいと思う部分はあったの。なかった。なかった。もう普通にその場の臨場感を楽しんだりとか、あー、かっこいいみたいな、なんかそういう感じ。本当に
でもさ、そんな若くてさ、まあ、綺麗な方が見てたらスカウトとかされなかったのかな。マジで子供だったから本当にちっちゃかった、ネオさん見てる時は本当にもうちっちゃくて、うん、スターダムを見た時で中学生とかだったけど、もうその時はなりたいって思ってなかった。別に田村さんが好きだった、田村さんが好きだった、そうなんで、ま、常にチャンピオン強いっていうイメージがついててかっこいいなみたいな、ま、多分チャンピオンっていうのがすごい入ってたと。で、あのなんか入場の時にハイタッチみたいなしてる人とかも、うんうんうん、なんか前行ってこうやってハイタッチしに行ったりとか多分してた。それ選手めっちゃ嬉しいですよ。そんなね、女の子しかも、ね、若い子からされて、基本なんか男性ばっかじゃん。そうだったんだ。え、だからこのベルト、ネオ発祥のベルトなの。あ、へえ。だからめちゃくちゃ嬉しいんだよね。ずっと欲しかった。そういうつながりもあったんだ。え、お母さんもちなみに田村選手が好きだったんですか。うん、お母さんは違う選手。違う選手だった。え、誰？なんか前場の時は井上京子さんだったんだけど、強い選手が好きなん。でもネオの時は椎名優香さん。椎名優香さん。そう。ちょっとわからないです。そう、でも今は引退されてる選手なんですけど、え、それでスターダムの夏木太陽選手の引退試合を見て印象はどういう印象を、うん、印象は多分その時に安住も試合は出てなかったんだけど、リング周りとかにいて、あ、こんなちっちゃい選手もスターダムっているんだみたいな、まあ、試合に関してはもう分かんなかったから、選手自体が、うん、普通にポカーンって見てるだけであって、まあ、夏木さんは知ってたし、まあ、七井さんも知ってたから、うん、ああやっぱり女子プロレス熱いなみたいな感じだったから、でもその時はもう本当に何も考えずに見てるだけだった。見てるだけ、うん、から次は次、そっからスターダムのことを調べ始めて、どんな団体なんだろうみたいな。で、1年後ぐらいに後楽園がね、小中学生のチケット1000円っていうことを初めて知ったの。そんなのがあったんだ。そうで、安みたいなえ、ちょっとこれ見に行きたいと思って一人で見に行ったの。一人で。そう、スターダムを見に行った。見に行った試合が2015年の2月22日だったのね。うん、その試合のメイン、うん、ヤシコ対ヤシカワアクトが一人で見に行って一発目だったの。そうだったんだ。私も見に行きましたよ。普通だったら、うん、こんなんやりたくないってなるじゃん、うん、だけど多分また気になっちゃって、うん、その翌月の後楽園も一人で見に行って、うん、ちなみに一緒に見に行く友達とかはもう周りに別にプロレス好きな子やっぱいないんだ。もうなんか普通に一人で見に行こうぐらいの感覚で行って、うんうんうん、なんかその時にね、何もやりたいことなくて、特に自分が、うん、でもプロレス好きだし、運動すること好きだし、ちょっとやってみようかなみたいな軽いノリで始めちゃったみたいな。それは何回かスターダムのリングを見て、私もやってみようかなと思ったの。そう。そう、でもその安住とかがいなかったら思ってなかったから。あ、キッズファイターがいたから私もできるかもっていう。そうそう、年代が近い子いるみたいな。ダンスをやってた。そう、ダンスをちょっとやってた。ちょっとなの。なんか2年生ぐらいの時に2年間ぐらいちょっとやって、やめて中学生、中1の時にまだ始めたんだけど、それも1年とか1年ちょっとでやめてっていう感じだから、ほんとちょっと本格的に続いてない。私はもうすごいダンサーかと思って全然だってさ、いきなりさ、クロってこうできるわけじゃん。そんなんできるのってすごいダンサーしかできないじゃん。え、でもそれもムーンサルトとかは、そう、ムーンサルトダンスじゃないの。普通に小学生の時に児童館っていうマットめっちゃ置いてあって、トランポリンもある施設に遊びに行ってて、そこでクルンクルンって遊んでたのが遊んでたのが生かされてるだけなの。そうだったんだ。でもあんなあのトップとか高いところからはやったことがなくて、そのバトビはやってた。そう、そのバトビを普通にやってるからこれはダンスでやってたから、ちっちゃい頃からね、だからできるんだと思ってたけど、ダンスじゃないんですよ、実は。タンポリンをやってた。そう。それ、すごいね。たまたまやってきたことがいろいろね、うんうんうん、ここで活かせてるからすごい良かったなって思う。それで履歴書を書いたの。履歴書ちゃんと送ったの。
なんか私の同期、まあ、ルアカとか、まあ、元々いた人たちとかも、割とその場でのスカウトとか、その場でやりたいですっていう子たちが多かったんだけど、ルアカさんとかがね、こうスカウトよくしてるっていうのは聞いてたけど、でも私は履歴書送って、ちゃんと正式に、そう、履歴書送ったら小川さんから電話が来る。ふうかさんから来たかも。ふうかさんから来て、でふうかさんの連絡取り合って、で新恋話で練習するっていう感じ。まず、お母さんの反応は、なんか最初やりたいって言った時に別に反対はなかったの。ママもちょっとやってみたい、なりたかったっていう気持ちがあったから、それをちょっと娘に託すっていう意味でも反対ではなかった。だからもう一番応援してくれてるもんね、今も。あ、そうなんだ。一番のファン。いや、そうやってね、なんか言ったらもうプロレスのエリートじゃない、子供の頃からずっとやってて、そういう環境があるっていうのはやっぱお母さん、親の協力もね、もちろん必要だと思うし、謎が解けました。それで新小岩で練習してて、あずみちゃんとかと一緒に練習するわけじゃん、私はこれ得意だなって、運動神経いいなってすごい思った。なんかそのマット運動系とかは、あ、まだできる方だって思ったんだけど、筋トレが結構壊滅。腹筋とか10回もできなかったかもしれない。子供も筋トレするんだ。してましたね。風花さんもちゃんと、そう、全般的にやってたかな。まあ基礎体にはなるけど、なるほどね。でさっき、岩谷真由に憧れてって言ってたじゃないですか、何を見て憧れ。なんか多分その一人で見に行った後楽園の時に、多分何かが気になったんだと思う。なんか試合後パンフレットにサインもらいに行ったりとかしててそう、優しかった、まゆちゃん。なんかありがとうみたいな感じだった気がする。なんだろうね、多分あの人柄とかめっちゃ水色で目立ってたっていうのもあって、細いのにこんなにできるんだみたいなのに多分憧れたんだよね。そう、なるほどね。でそっから新小岩で練習して、どれぐらいでデビューに至ったの？半年？早いんだよね、私は。で、その時ってスターダムの選手層的には少なかったの？割と少なくて、私がデビューする間近ぐらい、3、4人ぐらい抜けてって、もうほんと人が少ないみたいになって、すごい子供だったから、デビューできる技術はあるんだけど、体がとか、めっちゃ見た目が子供がっていうところがあったんだけど、多分そこをマスクマンにしてしまえっていう小川さんの考えが出たんだと思う。はあ、なるほどね。そう、そこに顔出したいんですけどみたいなのなかったの？何にもなかった。もう言われるがままやったっていう感じ。本当に？そう。だってさ、マスクで試合したら私なんか 50% も発揮できないぐらいの感じになるわけよ。みんなわかってるかな？だってさ、耳もほぼ聞こえないし、目の視界も狭まるし、自分の顔が半分以上隠れるわけよ。嫌ですとかならなかったの？抵抗なかったの。逆に嬉しいってなともなってないでもね、今考えると、スターダムに、ね、こんだけ人が増えてって、マスクマンは私だけなのね。でそこの面では一番目立つと思うし、今はマスクマンですごい良かったなって思う。てかもう我ながらにマスクが似合う顔だなって思う。確かにそう。でもまゆちゃんなんかは、私はマスクウーマンになりたいですってスターダムに入ってきて、でももう小川さんはもう顔を出さなきゃダメだよって言って、逆に顔を出した人なのね。マスクをデビュー戦から被ってる。だから不便なこととかってないのかな？でも最初は結構視界になれなくて、やっぱもう自分の舌が見えないんだよね、あんまり。見えない見えない。し、まあ、このここら辺とかも見えないの。見えてここら辺まで。そう。とかね、もうサイン会の時とかもガヤガヤ人混みの中で名前が聞こえないしみたいな、ちょっと会話コミュニケーション取るのが難しかったりとか、で夏が特に汗でニキビ。わかるわかる。そうだよね、汗ね。メイクも崩れるし、髪の毛もね、見られるしって、なんかいろいろあるけど、あとね、一番重要なのがプロレスって表情が大事なんですよ。で、ね、伝わりにくいね。伝わりにくいでしょ。だけどここ最近のスターライトキッドはなぜか表情が伝わってくるっていうのが不思議で、何か意識変わったところがあるのかな。
でもやっぱり表情はてかまあ動作もなんだけど大きく全部しようって思ってたんだけど、まあ、最初はそれずっと意識してやってた、うん、けど最近は特に意識しなくてもそれが出せるようになった。このね、身振り手振りですごいなと思ってそうなんだ。それでデビュー戦はどういうカードだったの？スリーウェイだったんだよね。渡辺桃と米山香織うん、スリーウェイでいきなりスリーウェイかっていう感じ。何試合目？3試合目とかだったかな、うん、ちょうどね、その同じ日に三村ひろみと、ま、他団体から阿野沙織がスターダムデビューっていう感じで3人一気にデビューしたんだよ。なんか雑だね。そう。でもそれほどね、人が足りなかったの。あ、なるほど。もうどんどん出していかなきゃっていう感じで。だってもう若手と、うん、本当3人娘。あー、そっかそっか。岩谷白井を補助会みたいな。真ん中がいないみたいな。うん、あと外国人選手みたいな。大変だったね、あの時期。なるほどね。なんか私なんかは、ゆずぽんマスクもやらせてもらってたんですけど、やっぱりね、フォートライトいるじゃん、うん、そしたらマスクかぶってる方、普通の素顔、うん、素顔の方が圧倒的に売れるの。ああそういうことを考えて、今人気があるスターライトキットはすごいなって本当思っちゃって、絶対売り上げ落ちるはずなのに売れてるわけでしょすごくない？いや、マスクをね、最大限に生かすっていうところだね。え、マスクマンで憧れてる選手とか、こういう風になりたいとかっていうのは、なんか、デビューしてから持ったっていうのは憧れみたいな、いないけど、でも、うんまあ、ドラゴンキッド選手とかの動きは、すごい参考にしたりしてるかな、うんうんうん、なるほどね。でも全部が空中技だけっていうのは、嫌だなと思ってて、だから力強さとかも、変えてって、みたいな、うんうんうん、なるほどね。まあでもやっぱり私は大舞台に入ってからかな、うんうんうん、全部